西瀬戸自動車道幾口橋幾口橋は、広島県尾道市にある道路橋、瀬戸内海に浮かぶ幾千島と因島を結ぶ、西瀬戸自動車道、島並海道を構成する、1991年土木学会田中賞、作品部門受賞、1991年3月に教養を開始、総工費350億円、島並海道にある一連の橋梁の、 うち本州側から3番目にあたり、インターチェンジで言えば、因島南インターチェンジと、陸地島北インターチェンジの間にあたる。車道の両外側に、瀬戸内海横断自転車道として自転車歩行車道が整備されており、地元住民の生活道路として用いられている。また、因島側から橋へと続く自転車歩行車道の途中に、タグマ休憩所が整備されている。 自転車歩行者道料金所本市連絡高速道路通行料金表参照島並街海道は他の本州四国連絡道路と違い瀬戸内海横断自転車道として自転車歩行者道が整備されておりその通行量が発生するサイクリングのメッカでありそのための企画も行われており例えば2014年7月から2015年3月末まで島並サイクリングフリーとして 他の島の見回道筋の橋と同様に自転車、歩行者道を無料開放している。2005年国土交通省国土画像情報をもとに、作成育置水路と呼ばれる幅約500メートル長さ、約2500メートルほどのこの海峡に橋を架けることとなり、計画の初期段階では、最大島町250メートルの PC ラーメン橋として進めていたが詳細に、 測量した結果、海峡内の橋脚予定地の地盤が想定していた、ものより軟弱であったことが判明した。そこで計画が見直され、海峡内に橋脚を行い、長尾橋とすることになり、シャバリ橋に決定した。ただ、両陸地側ともに、平野部が狭く、山がすぐ迫っていた、立地条件で、西瀬戸自動車道の道路規格の関係から橋を、 渡った後の道路線形を急激に曲げることができないため、橋側を調整することになり、結果的に、主警官に比べ側警官が短いアンバランスな橋となった。これにより、今度は力学的な問題が生じることになった。一般的なシャバリ橋としてこの橋に当てはめた場合、側警官より、主警官の桁の下重が大きくなることから、主塔から伸びるケーブルなどからの力の、 伝達により側景観の不反力が大きくなってしまうことになる。そこで主景間を軽い構成の桁、側景観を重いコンクリート製の桁とすることにより、力学的なバランスを保つ複合車張り橋が採用されることになった。この複合車張り橋という形式は国内初思考となり、当時の海外で見ても思考実績が数例しかない極めて珍しい形式であった。 さらに、この橋は、計画段階から、世界最大のシャバリ橋となるものであった。そのため、海外での試行事例などを参考にし、調査研究に数年費やしている。完成当初は、世界最長のシャバリ橋であったが、完成11日後、スカルンスンド橋に抜かれることになる。ここでの技術経験が、後のタタラ大橋河橋に生かされることになった。なお年現在でこの橋は、 たたら、米港中央大橋、鶴見翼橋に次いで、国内4位のシャバリ橋にあたる、因島から見たい口橋、ありがとうございます。